はい、どうも、クラでございます。2月の3日。全然繋がんなかったっすね、PV ね。まあ、初めて、デイリークエスト1回もできずに終わってしまいましたけども。はい。はい。まあ、そんなわけで、ホームページの方にね、また聞きました。ワールシリーズということで、エージェントね、ワールはすでにゲームに登場ということで、契約の中のやつですね、これね。ちょっと見てみましょうか。エージェント渦巻き。レベッカ・モートンは、まあ、うんぬん感のあって、このスキンがね、いただける可能性があります。で、またね、こんな感じで契約が増えてますので、ちょっと今からね、見に行きましょうか。で、見たんですけど、こんな感じで、まあ、フリーのやつがあります。で、1000オフィスドルで契約できるやつ。で、エージェント・ワールボックスということで、500クラウンでね、契約ができるんですけど、またいつものね、ランダムボックスというか、ガチャが、まあ、チャンスがあるという感じですね。じゃあ、一個一個見てみましょうかね。はい。まずはね、こちらのフリーのやつ。これがメインになります。これね。これを最終目標に頑張るって感じですね。ダメージが93の炭素サイズ32。まあ、ちょっと、レートが若干低いかなって感じですけど、範囲もね、広くて。強いと思います。これはね、無課金で手に入れる武器としてはね、もう最高なんじゃないですかね。PVP に持ってこいというか、まあ、クローザーですので、割とこの、音もね、柔らかいんじゃないですかね。で、英国人武器で、2500体の敵を倒すという感じで、英国人武器ということで、持ってないじゃないですか。っていうことで、まずここを目指すんですけども、ここっすね、まずね。1000オフェイスドルで、契約する。こっちをまずやります。契約しますね。はい。で、そんな感じで、まずはね、こちらを取ります。3日間ね、各種取ってやっていくって感じですね。で、こちら気をつけていただきたいのは、この1000オフェイスドルで手に入れられる最終のやつは、5日間ですので、こっちは次元になりますので、両方無期限ではないです。こっちね、フリーと比べたらね。最終的にフリーに行くって感じですね。ですので、まずはこの1000オフェンスドルで契約していただいて。で、こんな感じで PV、まずはね、何の武器でもいいんですけど、PVP マッチを終わらせる3回ね。そしたらこのカランビットが借りれますので。で、カランビットで、25000ダメージを与えたら、ピストルになっていくっていう感じのシステムですので、まあ、どんどん楽になっていくのかなって感じですね。です。まずはね、オフェンスドルでやるって感じです。で、次、エージェント、ワールボックスということで、見てみましょうか。こんな感じ。さっきのね、ホームページで見た、スーツがもらえる可能性があるという感じですね。で、カランビットのイギリス。これもね、もらえる可能性があるって感じですね。まあ、毎回ね、あんまりもうなんか、契約でもらえないですもんね。ですので、最初 PVP マッチ、なんていうんですか、こっちの3回プレイするっていうのと、この、5回勝利するっていう感じですので、まあ、全部ね、契約しましょうかね。一旦ね、こんな感じで。そしたらね、効率がいいのでね。まあ、まずは1回様子を見てみるって感じでいいんじゃないですかね。はい。で、アールグレイ。装飾品がもらえると。これは課金になりますんで、借りれます。こんな感じで。グローザとかね。スキン。これはスキンですね。カランビット持ってればこれになるって感じです。はい。で、VIP もあったりして、っていう感じですね。まあ、50円ぐらいで、いけますので。で、これも気をつけていただいて、グローザを持ってればこれに変えれるって感じですね。で、最終的にこのアールグレイの、いいですね。これなんかね、かわいいですね。装飾品の、がもらえるという感じです。はい。そんな感じで。なんかまあ、いいですね。腰打ちも割と当たりそうですね。今ね、3日間のやつもらいました。契約見てみましょう。なんかね、フリー買えないんですよね。何なんでしょうね。はい。はい。まあ、そんなわけで、この、今、このカランビットは英国人武器ですので、これで、まあ、25000ダメージを与える。ですので、まあ、ちょっと、プライベートルームで、一人でね、もうガンガンやっていった方がいいんじゃないかなと思います。近接になりますと、敵の攻撃が、HP のみ減らされるので、まあ、できればメディックで行くという感じがいいと思います。で、回復させながらっ
ていう感じでね、イージーでもね割と食らいますんで、まあイージーでねプライベートルームでちょっとやってみましょうかね。そんな感じでもうあのね、あの途中でやられても大丈夫ですので、まあ一旦プライベートルーム作ってで一人でやるという感じでいいと思います。はい、まあ、こんな感じでやっていくんですけど、割とね射程が短い感じっすね。はい、こんな感じ。早いスタートだね、めちゃくちゃ早いね。こんな感じで HP だけ減っちゃいますんでね、ちょっと盾だけ処理させていただいて。はい、やばいイージーでも痛いですね。さあこれはもう強攻撃よりはもうこっちの素早い射撃ボタンの方が良さそうっすね。いってはい、こんな感じでね、あの近接になると体力だけ削られるんでね、メディックがおすすめですで囲まれたら痛いっすね本当にね。これイージーですよ、割と痛いです。 OK、まあ、こんな感じでいいんじゃないでしょうかね。はい、ダメージ今ちょっとやられちゃったんですけど、まあ50キルで7699か、まあ1回でこんぐらいですね。ん ?7000? あ、違うか、あのあれだ、ショットガンも入ってるからか。あーなるほどなるほど、まあ5000か、まあ今の感じを5回やれば OK だという感じですね。今ぐらいだとどんぐらいですかね、まあ3、4分なんで、まあいけるんじゃないでしょうかね。まあこのピストルにマカロフになれば楽になると思うんでね、まずはここまで行くって感じですね。はい、はい、まあそんなわけで今イージーなんですけど、重火器兵がいましたんで、またね私のこの発見したやり方でちょっとねコアより右寄りで撃つと、そしたらね当たるところがで微妙に調節していただいてね、これでダメージを稼げるっていう感じですかね。まあちょっと割と早いのでいいと思います、このカランビットはね。ただちょっと当たりにくいですね、あのシャベルとね比べるとちょっと当たりにくいって感じですね。ここら辺、大体ここら辺に攻撃していただいて、でねちょっと動いても大丈夫なんでね、ちょっとだけこんな感じでちょっとだけ動いても大丈夫、それでねちょっと微調整していくって感じ。はい、あいいっすね、ここっすね、完全にここっすねでダメージねどんぐらいもらえるかちょっと見てみましょうかね。割と多い感じだと思います、範囲が狭いんでね。はい、こんな感じで OK ですね。はい、まあそんなわけで一通りノーマル、あ、じゃあイージーかをね一人で終わらせてきましたけども、どんぐらいもらえるっすかね、ダメージね。はい、3万7000ぐらいですね。まあ割とやっぱヘビーガンナーが割といいダメージもらえるかもしれないですね。でこれ全部が全部ね、ナイフのダメージ量ではないので、はい、やっぱねメディックがおすすめ、あの盾がねやっぱ対処できるので、でやっぱ回復しながらって感じなんでね、最初のカランビットを取ったら、まあ、メディックでこんな感じでいけばいいんじゃないでしょうか。近接攻撃で77キルですね。で近接もなるべくヘッドを狙ってやった方がいいと思います。カランビットはなんかあの範囲が狭い、本当に狭い、強攻撃なんか結構ねもうゼロ距離でないと当たんなかったんで、と割ときついと思います。とりあえずもらえたっぽいですけどね。クラウン、はい、クラウンね、これも忘れずにね、クラウンねもらいましたね。マカロフピストル、マカロフピストルねいただきました。はい、まあそんなわけで、マカロフね手に入れましたね。ちょっと装備してみましょうか。はい、アジトどんな感じですかね。ああ、まあ、銃剣と、サプレッサー。攻撃方向がさってた。あ、これもいいっすね。マカロフピストル用サプレッサーということで、これは専用のやつですね。ね、ダメージが 5% 減少するんで、まあ、割と減りますね。なるほど。まあ、普通のやつでいいんじゃないでしょうかね。そんなに、
まあ、ただちょっとサイトがないって感じか。はい、あ。発発なので、まあ、割とって感じですね。まあ、レートはまあまあ早いですね。はい、あ。こんな感じ。で、ピストルを手に入れましたので、これですね。次、ステージ3。250体の敵を倒すっていうことで。まあ、PVP だと、5倍になりますので、1体ね、倒したら、5もらえます。まあでももう PVE でいいんじゃないですかね。どうなんですかね。割ともうすぐ終わりそうですけどね。PVE で、ソロでね。2、3回やれば終わりそうですけどね。ですので、このピストルになれば、なったら、ライフルマンがいいと思います。まあ、近接がきつかったって話なんで、割とね、ここのランがね、2万5000ダメージが割ときつかったので、ここのステージ3に来たら、はい、ライフルマンで行きましょうかね。そしたらね。はい。じゃあちょっともう一回行ってきますね。はい。まあ、そんなわけで、サーバーがエラーを起こしまして、今ね、イージーの協力プレイやってたんですけど、で、70体ぐらい倒してたんですけど、契約見てみたら、ゼロでしたね。ですので、まあ、ちょっとね、まだね、PVE の方が調子悪いのかなって感じですね。ですので、ちょっとサイバー集団で、マカロフピストルでね、ちょっとやってみようかなと思います。なかなか調子悪いですね、本当にね。割と今、プライベートルームを作ってる感じなんですけど、ちょっと遅いですね。まあそんなわけで、ちょっとサイバー集団の方にね、やってきたんですけど、まあライフルマンでね、来てます。はい、こんな感じ。まあ250体ね、倒せばいいので、もうライフルマンですね、来るならね。まあ、割と腰打ちも当たりやすい感じですね、こんな感じでね。まあ使い分けていただいて、ほとんどがこの、EMP 兵器搭載に行きますので、まあ、割かし楽ですね。でも別に壊れてもいいんでね。クリアを目指してないので。まあもう1分弱ですけど、まあもう32キル取れてますので、まあサイバー集団がいいかなと思います。ちょっとおかしいっすね。エラー落ちがありますね。あ、一応カウントはされてましたね。危な。はい。こんな感じで、プライベートルーム作って、罰が効かない方は、プレステ勢ね、とりあえずね。このストアは、この、3D タッチの、この、なんていうんですか、あるじゃないですか、上のコントローラーの。これを押したらストアになるんで、はい。これを押していただいて、戻っていただいたら、退出しますかっていうのが出てきますので。今の段階だとこれしかないっすね。対処法がね。再起動しなくて大丈夫です。はい。なんかね、デイリークエストでプライベートルームを作ってやってたんですけど、やっぱサーバー落ちしますね。ですので、不規則です。サーバーの安定具合が。今現状はこのもうサイバー集団ね、一応さっきと違ってすぐ作れましたんで、ゲームルームをね、そろそろなんですけど、ここに来た場合ね、ここがおすすめですよ。本当にね、ここら辺にいると、プレイヤーにも狙ってくる時がありますので、ソロで行かれる場合はね、ここはねやめた方がいいと思います。はい、もういいかな。はい、で、戻りまーす。さあ、これでね、無事にカウントできてればいいんですけど。カウントされてないですね。ロビーに戻ったら、カウントされない。なるほど、なるほど。さっきサイバー集団やった時は、ロビーに戻らず、なんかやられちゃったんですよね。それで OK だったんで、まあ、わざとやられる感じがいいかもしれないですね。じゃあちょっともう一回行ってみます。ロビーに戻ったらカウントされないということで。じゃあちょっと検証しましょうか。はい。
一体だけ倒しました今ね。で123になってれば OK だと思います。でとりあえずわざとねちょっとやられようかなと思います。はい、今ねやられました。これでカウントされてればいいんですけどね。はい、戻ってまいりました。見てみましょう。ああ、カウントされてますね。 OK。 ということはサイバー集団がまあ割と早いんですよ。マジで1分ちょいでさっきみたいな感じで70体ぐらい倒せますんで、サイバー集団で行くとして、ただちょっとサーバーが今安定してないのと、ロビーに戻ったらカウントされないということで、わざとやられて戻ってくるっていうやり方でいいんじゃないでしょうかって感じです。はい、まあもうなんかめんどくさいというか、どうせ PVP やらなくちゃいけないとかだったら PVP やってもらっていいんですけどね。はい、まあでもこっちの方がね早いので、いいと思います。さあ残りね127だったんで、まあここでそろそろ終わろうかなと思います。でまあもうやられましょうか。あのもうこの車両から離れればダメージ食らえますんでね、こんな感じでこれで OK だと思います。サイバー集団は割といいですね、こんな感じで稼げます。さあ来たな。グローザ取得したアイテムはグローザですね。で装備します。プロフィールの同期中なんか良くないですねこれ。大丈夫か、ちょっとエラーが多いですね。文字も化けてますねなんかね。んですね、もういきなりこの手紙ボックスを開けない方がいいかもしれないですね。一回トップに戻った方が良さそうですね。ここ2日間ちょっとおかしいですね。プロフィールデータの保存に失敗しました。了解、再ログインする必要があります。了解、じゃあ一回トップに戻りましょうか。このプライベートルームがいかんのかなですね。プライベートルームがおかしそうですね。じゃあもう一回、はい、もう一回ですね。でゲームルーム退出、なかなか退出させてもらえないという。 OK、 あーやっぱなんかおかしいな。初めて見ましたねこのね。ここは押せないのか。インベントリー見てみる、大丈夫。あーなんかおかしい、ちょっと待って、これは一回終了しましょうか。はい、でもう一回サーバーが利用できません。あーなんかおかしいですね、これ東京サーバーがおかしいんかな。はい、戻ってまいりました。プレイで元に戻ったかな、大丈夫かな。でグローズで今すぐ、そう、あー大丈夫そうですね。でもちょっとおかしいな。はい、グローザ5日間今すぐ装備。はい、怖い、インベントリーで7日間になってますね。大丈夫そう、大丈夫そうですね。はい、でちょっとアジトいってみましょうか。何がありますか。サイレンサー射撃精度を上昇する、発砲が減少し攻撃方向、ほうほうほう、リロード速度が上昇。この専用サプレッサーがありますね。これは良さそうですね。まあ、リロード速度が上昇するの方が良さそうですね。はい。はい。まあ、レートは遅いんですけど、ダメージ量が強いのと、ちょっと今撃ってみた感じは、あ、すごいですね。これはやばいですね。はい。これ、リコイルなしだとこんな感じですね。はい、バースト打ちだとこんな感じ。もうほぼリコイルが、リコイルをしなくていい感じっすね。これはやばいっすね。リオドも早い。素晴らしい。これはやばい。ちょっと待って、契約のニュー見てみましょうか。あれ？また来たよ。これ何回でもって感じ？あのフリーのやつがなくなってんだよな。あれ？無期限のやつ。ちょっと待ってね。オール。フリーのやつはどこ行った？ちょっとなんかおかしいっすね。あ、ちょっとクラウンこれ忘れずにね、契約して。フリーのやつがなくなってんだよな。あれ？ちょっとわけわからんっすね。まあ、何かがおかしいっすね。ちょっとね、そうですか。で、ちょっとね、
なんていうんですか、対戦行ってみましょうか。 PVP 私全然得意じゃないんですけど、さっきほらなんか PVP マッチで5回みたいなやつがあったじゃないですか、参加するみたいなやつでね、これ割と使ってたんですよ、このグローザイギリス。あのね、なんていうんですか、瞬殺ですよ。もう出会ったらもう、まあその人が上手いんでしょうけど、これはねもうぶっ壊れと言っていいんじゃないかなっていうぐらい、結構ねこんぐらい距離があったんですけど、単発ポンってタタンって打たれたらもうねヘッド打ち抜かれてやられました。本当に強いですこれは。うん、割とその距離があるんでやばいんだよなこれ。うん、まあでもやっぱ音はいいっすね、なんかねグローザって感じの音じゃないでしょうか。これは変な課金武器よりめちゃくちゃ強いです。これは絶対に取っといた方がいいと思います。まあで相談数が32発ということでね、まあ割と PVE でもね使えるんじゃないですかね。これは強いと思います、本当に。ただ全部で150発なんでちょっと少ないなっていう感じですね。特殊作戦とかではちょっと使えないかなという感じですね。弾もねライフルマンの人は配らなくちゃいけないので強いんですけど、ちょっと心もとないかなという感じです。まあでもね、もうなんかライフルマンがめっちゃいれば使ってもいいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じよ弾道は。もうほぼ下にやれば、真下にやれば、もうリコイル制御ができるという感じですよ。これはやばいっすね。ね。で、大体武器ってこう、なんていうんですか、右上に最初ね、3発行ったり、左上に行ったりする武器がありますけど、あ、これそういえば右上だったな、みたいな感じでリコイルするじゃないですか。これはもうやばいっすね。もうそのまんま、もう、何も押さなくても、もうてかリコイルしなくてもいいんじゃないですかね、逆に。はい。こんだけなんで、ですね。3発で、まあ、ね、ヘッド、もうほぼいけますんで。さあ、来ました。チームデスマッチ。さあ、まあ、どんなもんか、見てもらいましょうかね。まあ、私が、PVP、まあ、ほぼやってないんですけど、さあ、どこだ。あ、こんな感じ。2キリ取れましたね。さあ。あいたさあ、リスポンして。当て感はこんな感じですね。割と強いです。左がやばそうですね。はい。まあ、なんか、サーバーがおかしいですね。今、落とされましたね。サーバーとの接続が切断されましたということで。これはいかんですね。サーバーが利用できませんと。なるほど、なるほど。厳しい。昨日のね、2月3日から引き続き、ちょっと2月4日もメンテナンスがね、入ったんですけど、まだまだ治ってない感じがしますね。なんだなんだ。やばいな、この画面やばくないか。ちょっと待ってね。これ初期？ちょっと待って、これはよくない。よくない。ちょっと待って。ヘリコプターの音がしたということは、なんかチュートリアルが始まったっぽいですね。大丈夫かこれ。ちょっとこれで戻されたらたまらんよ、俺。大丈夫ですね。クラー0291ですね。怖っ。ログインできた？ちょっとやめてよ、マジで。初期化はないよ、さすがに。あ、オッケーオッケー。音量も下がったんで大丈夫ですね。私下げてますんで、ログインはできたみたいですね。ゲーム音をね、下げてますので、その設定が活かされたら音が下がるようになってますんで、大丈夫そうっすね。ちょっと危険っすね。危な。オッケー。グローザも一応持ってるという感じですね。まあ、ちょっとおかしいっすね。なんかね。契約見てみましょうか。イベント。で、さっきのフリーのやつが、なくなってますね。ちょっと、
これはまあバグだと思いますんで、まあしばらく待つって感じですね。でちょっとね危険っすね、今のとっさに判断できたので、皆さん見てる人はね、さっきのあの初期化されそうなんで、あのさっきの画面が出たら必ずもう強制終了、もう本当にこんな感じで、もう危ないですマジで、そのまま行くとね。なのでまあ2月の3日4日はちょっと調子悪いということでいいと思います。はい、まあそんな感じで今回はね、そんな感じで、とりあえずねこのぶっ壊れ武器を皆さんも手に入れてみてください。これは必ず覇権を取るぐらい強いので、 PVP ではねもうわりかし使ってましたので、はい、そんな感じでございました。ではそんな感じでご視聴いただきましてありがとうございました。ではまた。